どうしたんだ、急に笑ったりして。キリト君、やだ、見てたの？今、ユウキのことを考えてたんだ。本当に良かったなって。まあ、そのことか。では、この文章を読んでもらいましょう。今野ユウキさん、お願いできるかな？あ、はい。いつまで経っても慣れないね。いきなり刺されると緊張するんだもん。今野さん。あ、はい。一連の事件が解決した後も、俺とアスナ、スリーピングナイツと面々は ALO で親交を深めていた。そして勇気の現実の学校に行きたいという願いを叶えるため、俺は学校の仲間と協力してそれを実現させた。現在勇気はアスナの肩に乗っている半球型のメカ、視聴覚双方向通信プローブを通して授業を受けている。この機械は簡単に言えばアミスフィアとネットワークを通して現実世界の遠隔地と視覚、聴覚のやり取りをするものだ。つまり勇気は病院のメディキボイドでフルダイブしながらこの教室で授業を実際に受けられるのだ。今日はここまで。宿題は明日までに提出するように。お疲れ様。授業って頭使うから大変だ。でも毎日すっごく楽しいよ。アスナ、いつもありがとね。どういたしまして。それじゃあ帰ろっか。うん。キリト君、お待たせ。アスナ、それにユウキも、プローブの調子はどうだ？うん、いい感じだよ。そっか、それならよかった。というかキリト、プローブの調子だけじゃなくて僕の調子も聞いてよ。ごめん、どうしたんだ？実はね、この頃少し調子が良くなってきたんだ。本当？無菌室からは出られないけど、ウイルスの感染も弱まってきててさ、かなり安定してるんだって。余命3ヶ月なんて言われてたけど、まだまだ大丈夫そうだよ。そっか、よかった、本当によかった。え、ちょっとアスナ、泣かないでよ。これからも勇気と一緒にいられると思ったら嬉しくて。アスナ、僕もみんなと冒険できるのがすごく嬉しいよ。スバルト・アルブヘイムにもまだまだ攻略してない場所がたくさんあるしな。そうだね、もっともっといろんな思い出を作ろう。これ、こちらこそよろしく。あ、もうプローブのバッテリーがないんだ。じゃあ今日はここでお別れだね。ユウキ、ちゃんと宿題やっておかなきゃダメだよ。頑張る。それじゃあまた明日ね。またな、ユウキ。バイバイ。キリト君、ユウキを学校に通わせられるようにしてくれてありがとう。いや、もともと研究してるテーマだったからな。でも結構ラグる時があるし、まだまだ改善点は多いよ。勇気はすごく満足してたよ。あ、でも座学だけじゃなくて体育もできるようになりたいって言ってた。急激な動きに対応するにはまだ少し時間がかかりそうだな。きっと首を長くして待ってるよ。 VR 技術はまだまだ黎明期だ。
これからの研究次第で無限の可能性が広がっているんだ。いずれは現実世界と仮想世界がリンクする時代が来ると思う。そうすればきっとユイも。うん、そうだね。そんな未来のために俺は VR 技術を研究したい。ねえキリト君、今少し時間ある？え、ああ大丈夫だよ。じゃあお部屋に行こう。どうしたんだ改まって。で、あ、キリト君、いきなり抱きついてきてごめんね。いきなり。あのね、最近母さんとずっと揉めてたの。あんな学校に通っていたらまともな進学はできない。あんな学校の生徒と一緒にいるとろくなことにならないって。それで学校を転校させるって話になって、母さんはなんでわからないのって、ただ一人で抱え込むことしかできなかった。あ、それで一時期元気がなかったのか。うん、黙っていてごめんなさい。でもぶつからないとわからないことだってあるって勇気に言われてハッとした。私は今まで母さんと本気でぶつかり合えてなかった。だから正直に私の気持ちをぶつけてみたの。そしたらちゃんと分かってくれて。そっか、アスナ一人で苦しんでたんだな。だってキリト君が愛してくれたのは SAO にいた強いアスナで、こんな弱い自分を見せたらキリト君の心が離れていっちゃうかもって思うと怖くて打ち明けられなかった。アスナ、確かに俺は SAO で君と出会って好きになった。先行のアスナだって結城アスナだってどっちも同じアスナだ。弱くたっていいんだ、俺がアスナを支えるからさ。だからもう一人で抱え込まないでくれ。キリト君ありがとう。ねえキリト君、私将来についてキリト君みたいにはっきりとはまだ決めていないの。でも周りの人たちみんなを笑顔にできるような、そんな生き方をしたい。大切な人の隣に立ってずっと支えていけるような人になりたい。俺も同じ気持ちだよ。ずっと一緒にいようなアスナ。うん、キリト君大好きだよ。